また吉村知事はきょう臨時の記者会見を開き新型コロナウイルスにかかる発生届の限定について発表しました県内では8月25日以降新規感染者数が16日連続で前の週の同じ曜日を下回っていて減少傾向にある一方無症状者や軽症者が急増し 自宅療養者は今日現在およそ7,400人を超えていて、発熱外来や保健所などの保健医療体制への負荷が大きく逼迫した状況となっています。こうした状況から県では医療機関や保健所業務の逼迫回避と県民の命と健康を守る取り組みを両立するため、吉村知事は今日政府に対して。 発生届の対象者を限定する旨の届出を行うことを発表しました医療機関から保健所へ提出する発生届の対象者を65歳以上の人、入院が必要な人、妊婦など重症化リスクのある人に限定しますこの発生届の限定は今月十四日水曜日から適用される予定です また今月1日から運用を開始している陽性者登録センターに新たに健康相談部門を設置し陽性者健康フォローアップセンターと名称を変えて今月14日水曜日から運用を開始するということです陽性者健康フォローアップセンターでは発生届の対象外の人の相談に対応することになっています 南陽市青少年育成市民会議の表彰式がきょう市役所で行われ長年青少年の健全育成に尽力してきた男性に表彰状が贈られました内陽市青少年育成市民会議では長年にわたり青少年の健全育成や非行防止に貢献した人を毎年表彰しています 今年度は漆山の大津隆之さんが功労者に選ばれ戸籍武俊会長から表彰状が贈られました大津さんは南陽市青少年健全育成推進委員を14年間南陽市青少年歩道センター歩道院を12年間務めてきました推進員の活動では 市内の小学生を対象とした体験型プログラムキラキラエクボキッズの実行委員として子どもたちの指導を行ってきましたまた防犯協会漆山支部の防犯パトロールにも参加し地区の子どもたちの安全安心を守る活動にも積極的に取り組んできました 長年の功労に対し、小関会長と長浜教育長が感謝の言葉を述べると、大津さんは、自分も一人の親として成長できたと、これまでの活動を振り返り、今後も地域の子どもたちの見守りを続けていくことを約束していました。ででは次です 米沢の伝統工芸原方差子子を継承する会は、昨日、遠藤清子さんが原方差子子の商標を取得したことを発表しました。原方差子子は江戸時代、反能反死を余儀なくされた上杉藩の下級武士原方衆の妻たちが、 着るものもままならない貧しさの中で布に糸を刺すことで丈夫に長持ちするようにと刺し子を施したことが始まりとされていますこの歴史ある米沢の伝統工芸を後世に伝えるとともに他の刺し子との差別化も図ろうと今回、原形刺し子を継承する会の一人で原形刺し子の伝承者遠藤清子さんが商標を取得したものです。 優しい印象にしたいという遠藤さんの希望で、さしこの字はひらがなで表記することとして、去年10月に出願し、今年6月に特許庁から登録されましたまた、米子専攻科の生徒と遠藤さんが協力して、原方か子さしこの体験キットも製作されましたこのキットには、布、針、紅花染めの糸。 図柄をきれいに描くためのアクリル板、キーホルダーが入っていますこのキットを使えば、原型差し子にしかないくぐり差しという技法を活用したキーホルダーが誰でも20分程度で作れるということですこのキットを活用したワークショップが今月19日月曜日に電国の森で開かれる予定です 未来の科学界を牽引する若手女性科学者を表彰するロレアルユネスコ女性科学者日本奨励賞の授賞式がおととい東京の国際連合大学で行われその席で行われたパネルディスカッションに米沢工場館高校の生徒たちがオンラインで参加しました。米沢工場館高校は文部科学省の スーパーパサイエンスハイスクールに指定されているほか平和や国際的な連携を実践するユネスコスクールへの加盟を目指して探求活動に取り組んでいますこうしたことから今回文科省日本ユネスコ国内委員会からの依頼を受け科学分野における女性の活躍をテーマとしたパネルディスカッションに工場間の 理数探究科と国際探究科の女子生徒34人がオンラインで参加したものですパネリストは物質科学分野で2020年に日本奨励賞を受賞した小野寺桃子さんなど4人が務め科学者の道を志した理由について話した後代表生徒の質問に答えました工場館の生徒からは なぜ女性の研究者は少ないのか研究に取り組む中で女性としての偏見や差別を受けた経験はあるかといった質問が出されていましたまた文系理系の選択に関するアドバイスも送られ生徒たちは第一線で活躍する女性研究者の言葉に 興味深く耳を傾けていました。一方、文科省でも高校生を交えた今回のパネルディスカッションは初の試みということでジェンダー差のない科学界の未来の創造に向けて今後の在り方を探っていました米沢市ではプレミアム付き商品券、愛の商品券の電子商品券を追加販売することになり 今月15日から申し込みを開始します今回の愛の商品券はプレミアム率30%で一口1万3千円分を1万円で購入することができますこれまでは紙の商品券のみでしたが今回から新たにスマートフォンを活用した電子版の商品券が用意されました この電子商品券の導入は非接触型のキャッシュレス決済となるため、新型コロナ感染拡大防止対策が取られるほか、地域経済のデジタル化を促進することが目的です。7月1日から15日にかけて利用者を募集しましたが、完売に至らなかったため、今回追加販売されることになったものです。 総額はおよそ一億三千万円。一人二口まで申し込むことができます。世帯制限はありません。また、米沢市内に通勤通学している。十九歳以上の人も購入可能となりました。申し込み期間は今月十五日から二十六日までで。専用アプリ。米沢愛の商品券をダウンロードし。 アプリ内からの申し込みとなります問い合わせ先は愛の商品券専用コールセンターとなっています